が、身型最新英語栄冠が続々収益する中、新たに6番艦のアガノが浸水したとの情報をキャッチしました。今回は、このアガノ浸水で見えた、モガ、身型の凄さを詳しく見ていきますね。ほんと、このクラスで7万馬力は異常だよね。30ノットとの予測だが、もっと出るかもしれません。中国の055型とは、性能は別格かもしれません。中国には、建造できない技術を三菱は、持っていますからね。2022年12月21日、長崎県長崎市の三菱重工業者の中崎造船所において、昨年2021年6月に寄港されていた海上自衛隊向けのモガ身型護衛艦の6番艦が浸水を迎え、アガノと命名する式典が執り行われた。アガノの艦名は、福島から新潟にかけて流れる日本海に注ぐ一級河川のアガノ川に由来するもので、太平洋戦争時にアガノ型2等巡洋艦のネームシップとなって以来、海上自衛隊では初の使用となった名称である。大日本帝国海軍時代のアガノは1942年に就役し、第3艦隊の中の第10戦隊の機関を務めたが、1944年2月にトラック島の沖合でアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈され艦命を終えた悲劇の艦でもある。アガノ型二等巡洋艦は、1番艦であるアガノ以下、2番艦、能代、3番艦、矢作、4番艦、佐川の4隻が太平洋戦争中に建造されたが、最後の4番艦、佐川以外の3隻は、今のモガ、身型護衛艦に艦名が継承された形となった。現在のモガ身型護衛艦は、今回の6番艦のアガノ、以降も、7番艦が、今年2022年6月、8番艦が、8月に寄港が行われており、おおむね、1年に2隻ずつが寄港され、それらが順を追って収益していく、サイクルを保っている。これまで、海上自衛隊においてもが身型護衛艦は、予算の確定から、約2年を経て寄港、寄港から同じく、約2年を経て、収益を迎えるスケジューリングで数を増やしてきているが、現状では22隻が建造されることが見込まれている。も、が、身型護衛艦は1番艦で、ネームシップの、も、が、身が、今年2022年4月、2番艦の、熊野、が、同年3月と、も、が、身の機関部のトラブルにより収益順が入れ替わったが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新の艦級である。使用上のモガ身型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の艦級の区分上では、フリゲート艦に分類される大きさだ。またもが、身型護衛艦は、機関部には、ディーゼルとガスタービンを組み合わせた、コダグ方式を採用しており、燃費性能と高速性能の両立を図り、このサイズのフリゲート艦としても、強力な7万馬力を発生させることが可能である。この実現のために、イギリスのロールス・ロイス・ホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツの満車製の 12V28-33D-STC ディーゼルエンジンを2機搭載しており、スクリューは2軸となっている。も、が、身型護衛艦は、こうした機関部の構成によって、最大30ノットとされ、高速の発揮を実現しているが、従来艦のように、機関部専用の操縦室は設けられておらず、その始動と停止は、CIC、戦闘指揮所で行う形式である。さらに、
航行中の艦の速度の調節は艦橋から操作する方式であり、これら CIC 戦闘指揮所や艦橋に操艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数の精進化を行っており、乗組員の定数はおよそ90名と少ない。前述したのが身型の CIC 戦闘指揮所には出入り口部分を除いて上下から見た場合にほぼ円形に14基ものコンソールと各種のモニター類が集中的に配置されており、ソーナーや機雷戦闘部門の機能も包括している。もが身型護衛艦は従来の艦艇と比してコンパクトなサイズの中に対艦、対空、対地、対専用の各種の兵装を搭載することに加え、これまではもっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘の能力も付与されていることが特徴である。対機雷戦闘用の装備としてもが身型護衛艦は専用の OQQ-11 ソーナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV の2種類の無人機を運用する能力が与えられた稀有な水上戦闘艦となっている。もが身型護衛艦は機雷排除用水上無人機 USV に対しては電波を介した通信を行い、機雷排除用水上無人機 USV と機雷捜索用水中無人機 UUV との間では音波を用いた通信を行う形式で対機雷戦闘への対処を担う。ここでもが身型護衛艦が搭載している機雷排除用水上無人機USV に対しては、三菱重工業者が製造を実施している OZZ-5 自立型水中高層式機雷探知機であり、2013年から4年の歳月をかけて実用化されたものである。OZ-5 自立型水中高層式機雷探知機は、直径が 533mm、全長が 4.0m、重量 900kg、最大速力7ノット、4ノット巡航時で約9時間稼働。誘導は GPS 及び INS 方式で、リチウム二次電池を動力源としている。この OZ-5、自立型水中高層式機雷探知機の高周波合成開口ソーナーには、フランスの軍需企業大手のタレス社製のものが採用されており、自衛隊の装備品として、外国製といえば、そのほとんどがアメリカ製という中では珍しい組み合わせだろう。タレス社は、かつてはトムソン CFS という企業名であったが、2000年にイギリスの軍需企業を吸収、合併を行ったことを機に、現企業名に改めており、フランス政府自身が 26.4% の株式を保有する筆頭株主で国策会社と言ってよいだろう。さて、ここまで、ハモが、身型護衛艦の概要や特徴について述べてきたが、現在の日本が仮想敵国としている中国、そして、ロシアで、同様の位置づけとみなせるフリゲート艦について、その簡単な比較を行ってみたい。まず、中国では、このクラスでの艦艇は、054型、航海型フリゲートが挙げられ、同艦は、細かくは試験艦である054型航海愛型とその改良版で、かつ量産型である054A型、海愛愛型の2種類に大別することができる艦艇である。量産型である054A型、海愛愛型フリゲートは基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0m、全幅が 15.0m、機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせた CODAD 方式を採用、最大で 27,200 馬力、27ノットを発揮するとされる。054A型、エカイアイアイ型フリゲートハモが、身型護衛艦が VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定であることに比して、倍の32セルを搭載しており、
主兵装という点では強力であり、すでに31隻が就役、9隻が建造中と伝えられている。今年2022年12月に、日本が安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念していることを盛り込んだことに反応し、遼寧らの6隻の艦隊が東シナ海に進出したが、これに 054A 型エカイアヤエ型フリゲートも含まれていた。続いて、ロシアだがも、ガミ型護衛艦に相当するのは、アドミラルゴルシコフ級フリゲートと召され、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル、全幅が 16.0 メートルの艦隊を持っている。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは、2018年7月に1番艦が就役し、2022年12月時点までに2番艦までが就役済み、6隻が建造中と召されており、最終的には15隻が建造される可能性があると考えられている。1991年に旧ソ連邦は自然崩壊を迎えたが、その後継国家となったロシアでも財政難が続き、1990年代には海軍において大型の水上戦闘艦を建造する余力を完全になくしていたが、2000年以降の原油価格の高騰が、その状況を変えた。世界的な原油価格の高騰は、資源大国であるロシアに、経済的な余裕を与える方向に作用し、そうした政治、経済の流れの中で、半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画されたのが、アドミラルゴルシコフ級フリゲートだと言えるだろう。アドミラルゴルシコフ級フリゲートハモが、ミ型護衛艦と同様に、機関部にはコダグ方式を採用、最大で5万5000馬力と30ノットを発揮し、主兵装には、054A 型エカイアヤエ型フリゲートと同じく、32セルの VLS、垂直発射艦を装備している。ウクライナで沈没したアドミラルもそれほどではなかったのか。ミ型の凄さが、これで理解できましたね。しかも、乗務員の数が、桁違いに少なく運用できるのも、現代の技術ですね。ハイテクとの組み合わせって、ここまでの高性能な護衛艦ができるんですね。一本、やばい。今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X2 新進量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定、2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当、エンジンは、IHI、三菱電機が、
電子戦装備を制御するミッションシステム、東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.PA とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS。TI, Future, Combat, Air, System, Technology, Initiative と IHI がプロトタイプを製作した先進実証エンジン XF91 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が独自に開発を進めた XF91 は純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF91 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは推力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF91 エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、
アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F2 にラプターに搭載されている F100 と同じプラット&ホイットニー社製の F119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F119 とのサイズを比較すると、F119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF9、道がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF9、道のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9、1のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF9、1は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス非ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても CMC、や耐熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でもエンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、コアクドギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9、1のタービン入り口温度は、世界的に見てもトップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶接鍛造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐環境性コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが大きく貢献しているとされています。XF9、1とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせて、エンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによって、バイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が、容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、高速時には、コア内に排気流を導いて、水力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、水力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF9、1エンジンでは、水力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF9、1には、2016年度から2020年度まで、
水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、水力変更ノズルに関する研究が行われました。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて水力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールス・ロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューが伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきました。今回は、護衛艦ヒューが伊勢になぜ注目が集まっているのか、見ていきます。隅でもドローン空母はいけるな。2023年時点で海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を含む出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっています。出雲、片護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模です。この大きさを誇る出雲、片護衛艦の機関部ですが、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた小ガグ方式が採用されていて、マックス出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、片護衛艦の電源設備として、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500-07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっています。出雲、片護衛艦は、全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えています。これは、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板で、その上には、
5箇所の回転翼機が同時離発着できるスポットがあり、収益時から国外ではヘリ空母とみなされてきました。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0m、全幅 38.0m が確保されていて、海自で対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機に限れば、MAX 14機が艦内格納庫に収容可能ということです。ただし、実際の運用では、出雲、片越艦は、標準では、SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途が主任務である、MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いています。格納庫は3つあり、第1、第2、および、整備用の3つが、艦内に設置されているそうです。出雲、片越艦は、その大きさを生かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が、当初から想定されていましたが、この大型機体ですら、艦内格納庫への収容が可能ということです。ということは、出雲、型はそれほど大きいということですね。出雲、片越艦の格納庫に、収容可能な回転翼機のサイズを紹介しましょう。SH-60kg が、最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は、全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンということです。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から昇降させるエレベーターが、出雲、片越艦には2機備えられています。全部の1機は、飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は、艦橋後方の右舷に、サイドデッキ方式で設置されているそうです。各エレベータのサイズです。飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐荷荷重量は、30トンを超えると言います。現在、出雲、片越艦が行っている航空母艦架改修工事によって、同艦は、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできますが、同機は、長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということです。出雲、片越艦のネームシップで、一番艦である出雲が寄港されたのは、2012年、平成24年、1月、日本政府が、出雲、片越艦を改修して、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年、平成30年、3月ですが、それを見越して設計がされていたことが、垣間見えます。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には、F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲、片越艦の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていました。当時は、政治的に、日本の海上自衛隊が、装備として、航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから、受けることを危惧していたせいだと思われますが、現在からすれば、覚醒の感が拭えませんね。しかし、日本が、こうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は、国家の経済力を背景に、
軍の装備の近代化と増強をどんどん進めていました。こうした事態への危機感が日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったのです。日本では2010年後半に差し掛かると、出雲、片子栄冠への航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手しました。この中では出雲、片子栄冠に無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたそうです。これを受けて2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこで、従来の日本政府の国会答弁では、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲、片子栄冠の改修は、攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたのです。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が、軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は否めません。しかし、どちらにしても、出雲、片子栄冠の航空母艦化改修が本決まりになったことは、間違いない事実です。それでも、日本政府は、仮に、出雲、片子栄冠の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しています。従来通りの回転翼機による対戦哨戒任務との併用が前提であると付け加えています。出雲、片子栄冠の航空母艦改修の予定ですが、まず、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されました。また、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では、出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られています。これと並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機を購入することが計画されていますが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県の新田原、ニュータ原基地が有力視されています。早ければ、2024年度から、同基地においての運用が見込まれているようです。このように、太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲、片子栄冠を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのですが、この先駆けとなったと見られているのが、日向片子栄冠の日向、伊勢の2隻です。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名が付けられるようですね。出雲、島根、加賀、石川ですし、日向、宮崎、伊勢、三重というわけです。日向、片子栄冠のサイズを紹介します。基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、全幅 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの規模です。排水量比では出雲、片子栄冠の約 70% 強のサイズ感ということになります。
このヒューガ、片護衛艦モイズも、片護衛艦と同様に、全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦しかとした外観ですが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも、飛行甲板上でのインボード式が採用されているのです。このヒューガ、片護衛艦のエレベーターは、前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なので、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかも、どちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難なのです。そのため、出雲、型のようにヒューガ、片護衛艦に航空母艦化改修を行うのは、物理的に制約があって考えにくいでしょう。どちらかといえば、1998年、平成10年から収益が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦に、その機能を盛り込む可能性が高いのではないでしょうか。